中央で、両方が900メートルあり、上流、海に関係する小流道であることは、大変珍しいことです。飛騨大小流道は、昭和40年に発見され、昭和43年より、観光小流道としてお客様にご覧いただいております。小流道、大流道、大観音と分かれており、それぞれに特徴のある景観があります。計画時間はおよそ30分です。どうぞごゆっくりご覧ください。飛騨大小流道では、人の車に乗る小流道が数多く見られ、白く美しいです。なんかちっちゃい世界見てるみたいだね。小人たちが行く。石柱大観音大観音と分かるように、それぞれ特徴のある景観があります。お酒を経営時間はおよそ30分です。どうぞごゆっくりご覧ください。ここで貯蔵していくんだ。飛騨大小流道では、灯籠と呼ばれる小流管が数多く見られ、白く美しいのが特徴です。また、エリクライトと呼ばれる大変珍しい曲がり小流石が、日本の観光小流道では最も数多く見られることも知られています。あっちも下から見たところが上じゃない。あっちの方へ。あっちも悩むのが逆に。